いいですね。綺麗。いや、こういうの憧れるわ。おはようございます。一人目。今日から、はい、リナちゃん、海の家でバイトが始まるんですけど、海の家でバイトって初めてなんでめっちゃ緊張しますね。いよいよ始まる。もうね、今めっちゃドキドキしてる。どんな恋愛ができるのか、もうウキウキでたまらない。あ、楽しみだな。明るい子だね。みんな可愛いですね。ね、はじめまして。はじめまして。緊張しますね。緊張します。あ、女の子だったね。うん、ひー、楽しみ。楽しみですね。あ、明るい子。よかった。センスですね。なんかセンス、うん、センスですか。あ、来たぞ男子が。コウタです。うわ、めっちゃイケメン。やばい、恋しちゃう。早い。今日からバイトと恋愛も両立して頑張りたい。まあいい人がいれば積極的に行こうかな。お、積極的に。あ、はじめまして。はじめまして。はじめまして。コウタって言います。顔ちっちゃくないですか。顔ですか。いや、そんな、そんなそんな。取れてる。ちょっといいな。もう緊張がすごいね。ですね。働くのも緊張する。そうですね。あれ、またちょっと。楽しみ。バイト経験とかってあります？あ、あります、あります。コンビニと。コンビニ。カラオケ。カラオケ。リサちゃんは？私はホテルマンと、すごい、タピオカ屋さんとアパレルやってました。すごい、いろいろ働くの大好きで。こんにちは。はじめまして。はじめまして。名前は？あ、ペリウブです。ペリー。あ、ペリ、ペリって呼んでください。ペリです。ハーフですか？いや、日本人です。ペリ、ペリちゃん。ペリちゃん。ペリ、ペリ。伸ばして。ムードメーカーかな。ペリです。あれだ。今ときめいてたの。どうする。まだ見てないけど。はじめまして。はじめまして。大学3年生、20歳の小松ケビンです。ケビンさん。将来の夢はモデルになることで、4年生になったらいろいろと忙しくなると思うので、思い出を作りに来ました。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。それだけがっつり自己紹介してる。確かに。でも大事ですよね。なんかちゃんとしてそう。律儀ですね。うん。え、どこ出身ですか？日本です。フランスのハーフなんですけど、生まれが東京で、もうそこから今までずっと東京で。フランス。え、まだ来るのかな。何人なんだろうね。何人か分かんないから。全然分かんない。そっか、何人ずつか分かってないのか。男子ももう一人ぐらいかしら。あ、いらっしゃった。じゃあ、こんにちは。こんにちは。はじめまして、北村大輝です。あー、大輝くん。大輝、知り合いなんですよ。マジで？友達？いいやつ。いいやつっすよ。おとなしい感じの子なんで、ちょっと頑張ってほしいなって思いますね。北村大輝さん、お願いします。ちょうど三三。三三になったけども。おはようございます。あら、おはようございます。店長。店長、今日からよろしくお願いします。お願いします。じゃあこれ仕事内容。はい。シフトはみんなで相談して決めてください。バイトル。バイトル。はい。その仕事を一番頑張ったバイトスターを決定で。バイトスターに選ばれたら、定年後の後片付けを免除。好きな相手を誘ってデートに行けます。バイトスター。じゃあめっちゃ仕事頑張らなきゃいけないから、うん、そうですよね。なので、まずシフトみんなで決めてください。どう決めるかも。はい、じゃんけんでいきます。じゃんけんで。
じゃんけんで。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこれ、まあ、ちょっと硬い。じゃんけんの使い方。じゃんけんぽい。え、私はいいですか、ホールしたいんですけど、やっても。あ、どうぞ。どうぞ。ホールします。ホール、はい。なるほど。自分で何やるか。じゃあ、ホールで。選べるのか。え、これもう大事な気がしますよね。ここでだいぶ決まりそうですね。話す相手が。はい、料理。料理。次は。はい。キッチンで。コータ。はい、コータです。ちょっとこれ第一印象入ってそう。じゃあ、次に選ぶのなんか。レンタルで。レンタル。なんか狙いに行ってる感じのレンタルで。狙いに行こうと思う。ね、第一印象で決める。仕事一緒になったりなさんは一番優しそうだし、なんかすごい気が合いそう。まあ、一緒仕事だからちょっと仲良くなれるかな。いや、なろうかなと思います。結構大輝くんがいいかなって思ってて、なんか優しそうな雰囲気がちょっと気になってるかな。一緒のチームになれてちょっと嬉しい。早くも両思い。だから雰囲気近いのやっぱ大事だよね、最初ね。大事ですね。なんかわかるわ。第一印象で気になってたのは、まあ、笑顔が素敵なリナさんだったんですけど、シフトを被ることができなかったんでめっちゃショックです、今は。まあ、でもこれからまだ喋る機会はたくさんまだまだあると思うので、アタックしていきたいなって思ってます。まだみんなのこと本当わかんないけど、ケリン君がホールで一緒だからいっぱいお話しして知っていきたいなと思います。ケビン君がめちゃくちゃかっこよくて、ちょっとやばいです。ケビン君人気。ちょっとやばいです。でも私キッチン選んだんですけど、ホールに行っちゃったんで、悔しい。リサちゃんかな今は。すごく綺麗で明るくてすごく印象に残った。あ、じゃあだから一緒にしたんですね。だからこれからたくさん話して、迷わず張ってました、ね、彼女のことを知っていきたいなと思ってます。ちょっとかっこいいからね、あの顔あったら俺落とせるよもう。一瞬時に青いとばり空は最後にいつ泣いた、君と繋いだ糸でそばにいたいね。さざ波という日と後ろ姿、ここではまだ夏の匂いがした。輝いた日、今までのページは急いだんだ、だって目が眩しいから。今日を共にして明日には、愛して明後日はもっと夢見よう。チリチリの一夏、君はもう待てないんでしょう。青い帯に夢を持った君と同じ、夏の終わりに凛と咲くひまわり、海の中夢中でずっと息を止めても、次の街へと季節は変える。ほんのちょっと大好きです。好きなんだと思う。好きだよ、本当。好きな人がバイト先にいるって超楽しいね。気になってるのは私ってこと？いや、言いにくいよ、複雑さよ。わー、恋愛番組初 MC の松村さゆりです。さゆりんごって呼んでください。そしてアンガールズ田中拓司です。クソ人間って呼んでください。やめない。クソ人間だから俺なんて。何、タクちゃんとかでいいんじゃないですか。あ、タクちゃんでもいいよ別に、うん、タクちゃんって呼ぶのうちの親だけだけど。あ、じゃあタクちゃんで、はい、もう嬉しい、はい。一ノ瀬颯です。俳優をやってます、よろしくお願いします。まあ、イッチーでまず行こうよ、わかりやすく。はい、イッチー絶対モテますよ。絶対モテるよね。転がしてますよ、女転がしてますよ。やめてくださいよ、その段階。大金賞終わる。じゃあ、あだ名女転がしていい。それになっちゃう。タクちゃんは久しぶりに彼女ができたそうですね。いや、そうなんです、15年ぶりに彼女できて、今本当にデート、この間もトップガンマーヴェリック見に行って、
4DX。 おお、そしたらトップガンでバーンって飛行機がプシューンっていったら風が強風でバーンと来てハゲさせられた映画館でバーンってこうやってせっかくのデートなのに。そう、そんなのが楽しいの今。さよりんごも大した恋愛してないでしょ。いやいや、そのアイドルグループもいたしっていうのもあって、もう未だに少女漫画の世界で生きてます。え、少女漫画の出てくる人足長すぎない？あれ、いやいや、タクちゃんも足長いです。いや、俺は少女漫画スタイルなんだけど実際の少女漫画のやつって全然モテないのよ。あら、今回の恋の舞台は海の家ということで、逗子、うん、海岸で人気の海の家ワイルドボア、うん、SNS でも大人気で、ここで働きたいとわざわざ地方からアルバイトに来る子もいるほど人気のバイト先だそうです。そしてこの番組のタイトルにもなっているんですけど、夢に向かって頑張っている若者たちが夢の途中、つまり人生の休暇中にアルバイトをしながら新しい恋を見つけるというのが裏テーマになっているそうです。うん、まあバイト先はね、恋愛がちょっと起きやすいみたいな。2人で休憩室行っちゃってみたいな。そう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 。あと働いてるところを見るっていうね、お客さんを対応してるところを見るとか、その人間性がどうしても出ちゃうじゃん。そこでなんかキュンときたり、なんかピンチの時助けてもらったりとかね。助けるとかだったら俺できんだけどな。ちょっとどうしましたみたいな。はい、本当ですか？なんかずっとさっきからなんかモテ男みたいな発言してるけど、あんまなんか信じられないんですよね。いやいや、ちょっとはさせてよ、今彼女いるんだからさ。いや、結構毒舌ですね。本当になんか私まだ彼女いるっていうのも本当なのかな。疑っちゃうんですよね。もうダメだこいつ、話になんない。お願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。リサです。リサ、はい、はい、他にも店長以外の先輩もいます。お願いします。今日まずね、バーベキューやるんで、はい、お客さんのそのまず仕込み、あ、お肉切ったりとか、なるほど、お酒やったりとか、あと野菜。楽しみ。包丁使える？使える、多分やります。僕積極的に積極的に、ね、危ないんで、やっぱ女の子に。楽しい ね、 ね、イケメンだね。包丁も出せると。うまくない？こう切るの？切るの、うん。男性がさ、料理するっていいよね。ほんと？うん。好感度。好感度。かっこいいってなる。ここをね、重心としてこう、滑らせればいける。いける？いける。料理してそうな感じする。ちょっとだけしてた。ちょっとだけしてた？そう。何が得意だった？俺、ハンバーグが得意。イエーイ！ハンバーグは、好感度上がるやん。負けない誰にも。惚れちゃうぞ俺のハンバーグ。照れてる。いいね。なるほど、コウタ君こういうタイプなのかな。好きな食べ物は？ラーメンかな。俺福岡出身でさ。そう。うちどこ出身やと思う？え？熊本。え？やと思うって今言ったもんね。九州つながり、うん。これは強いよ。地元一緒だとね。ね、親近感湧きますよね。方言通じるやん。俺方言出さんちゃんねって言ってるけど。絶対ね、わざと出してやろう。こうたくんと初めてキッチンでお仕事来ました。あの、まさかの福岡出身っていうのでめちゃくちゃ親近感湧いてます。そうなんや。出身地がね、近かったことは嬉しかったかもしれない。なんか方言も久々出したし、まあこれで距離が縮まればいいなって感じかな。バーベキューエリアのゴミを拾っとってください。はい、はい、意外と落ちてる。意外とあるね。意外とある。でも、いや、大輝くんと一緒になるとよかった。おー、積極的女子がね、うん、こんなん言われたら嬉しいですよね。まあでもよかったよ、俺もよ。これはマジで本当？うん、めっちゃ雰囲気いいじゃん。大輝くんもめっちゃいいですね、うん、よかった、嬉しい。ちょっとこれからが楽しみだよね。いや、内心めちゃくちゃドキッとしたんだよな。なんかめちゃくちゃさりげなく、なんか一緒になれてよかったってりなちゃんに言われたのが、そうやって思ってるんだってそこで自分も感じたから、そこがやっぱ一番でかいかな。嬉しかったしな、単純に。嬉しいです。耳に残るよね。そうですよね。結構、ホールとかキッチンとか
緊張するから。わかる。こういう地味な作業の方がいいかもしれない。同じく？そう。気が合うね。なんかね、そこ地道な方がいいんだよ結局。これ仕事変わんないのかな？ずっと。どうなんだろうね。変わんないでいいんだけどずっと。まあね、リナも一緒だし。わあ、返した。やばい。いい雰囲気だもう。出身は東京。出身は茨城。茨城。そう。茨城。高校卒業するぐらいまでなんなら地元でずっと暮らそうと思ってた。なんで？え、なんかやりたいことなかったんだよね、全然。あ、そういうこと？そう。今何してんの？今、女優を目指してる。あ、そうなんだ。そう。今何してる人？ライマね、美容師しながら。あ、そうなんだ。今年から音楽する活動を始めたいなって思って。音楽？うん。何系？でも一人でやるから。あ、一人なんだ。バンドとかではない。自分で歌作ったりするの？そう。まあね、すごい。で、歌うまい。いやいや、まだまだ。いやー楽しかった。あー、シフトまさか一緒になれると思ってなかったから、ね、もうめちゃめちゃ嬉しいのはもちろんなんだけど。一緒にいてやっぱりすごく落ち着くなっていうのと、あと話してみて分かったけど、すごい性格が似てる気がする。なんか落ち着いてる感じとか、うん、すごい一緒にいて同じ感じがしたからより居やすかったなって思った。え、もうこれ確定なんじゃないのここで、ね、お互いにもう、ね、ちょっとこの思いでなんでホール選んだの？楽しそうだから。楽しそうだから。人と喋るのが好き。あ、同じだ。あ、そうなの、うん、いや黙々となんか黙って作業するよりかはさ、そうなんかね、喋ってた方が楽しいから。接客が好きだからなんかホールがいいかなと思って。うん、うん、なんかサッカーしてそうなイメージ。サッカーやってた。ブブ違う、スポーツやってた。そう、やってるやってた。え、何やろう。でもここに関係する。ここに関係する。そう、水泳。おう、そう。すごい、ね、やばい。ヒント一発でアピールできるじゃん。わかりやすいね。ギターは？ギター弾けんな。弾けない？うん、弾けんの？俺ギター弾けるの。なんか中学校の時にちょっとハマった時期があったけど、うん、無理だった。教えようか。え、教えてほしい。教えたい。いいね、めっちゃいいやん。練習しようよ。え、練習しよう。先の約束してくれるのいいですね。ああ、なるほどね。まだ続きそうで。お、お客さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。来た。初。初や。ちょっと緊張してきた。来た。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何名様ですか？ホールちょっとビビるな。うん、いきなりこれの。いきなり。こんな人気店のホールいきなり、うん。値段も覚えないとだし。そうね。結構あったよリスト。おお、いっぱい。1時間ですか？はい、1時から。あ、1時から予約。かしこまりました。じゃあ席 A12 に案内して。 A12、はい、こちらです。ご案内いたします。ご案内します。じゃあお飲み物。グレープフルーツサワーとかってあるんですか？グレープフルーツサワーあります？あるある。あります。カシスオレンジ。あるかどうかわかんない。生ビール、最初は難しいですよね。お茶割り。お茶割り。ピーチウーロン。あります。めっちゃ来そう。生が3つ。生が3つ。グレープフルーツサワー1つ。あとはカシスオレンジ1つ。ハイボールが2つ。が700ですよね。600。サワーも700円ですか？600円。800円。600円。600円。新人なんで、すみません。すみません。新人なんで。やばいよ。頑張って。絶対嫌だ俺。そんなんなるの。恋愛どころじゃないよもう。確かに。ね、考えてらんないですね。失礼いたします。お先に生ビールですね。置かせていただきます。おいしょ。他のドリンクもう少々お待ちください。わかりました。カクテル系って600ですか？海の家で仕事してるっぽいね。カクテル系600です。何？これだけ。サワー系が600。苦しいね、一緒に。あとハイボールしたら。ハイボールも600。はい。ハイボールが？ハイボールが2つ。2つ。が700ですよね。
600。600？向かいません。いや、ややこしい。頑張って。グレープフルーツサワー。いいもん、ビールと、あ、いいよいいよ。グレープフルーツサワー。え、ペリ。はい、あ、ごめんなさい。レモンさん。かなりいっぱいいっぱいなのに、ケビン君とペリちゃんまず仕事が仕事が大変すぎて一番大変ですからね、うん、そこで大輝とコータは絶対一回テンパる時期来るでしょ。600な、なえあ、来た来た、あ、来た、あ、海の家どうですか？あ、大丈夫ですか？シャワーめっちゃ綺麗なんですよ。ドライヤーもあるんで、ぜひ。遅かった。頑張って。男の子がいた方がいい。海の家どうですか？あ、今ちょっと悩み、ね、あ、本当ですか？シャワーとか綺麗なんで、なんかご飯も美味しいので、ぜひぜひ。シャンプー、リンス、ボディーソープ、ドライヤーまであるんで。完璧じゃない？完璧です。全然1500円なんで、一番多分男だと思う。ぜひぜひぜひ。ご飯もめっちゃ美味しいんで、ガパオと冷麺と、なんか冷麺とかみんな食べるみたいです。そう、暑いから。ここがおすすめなんです。わかりました。このお店なんです。また来ます。ありがとうございます。惜しいな。惜しいね。もうちょっとですか？くじけそうになる。うん、くじけそうになる。心配すぎる。あの二人に飲み物作ってあげて。あ、はい。飲み物何がいいですか？何にしよう。何にしました？私はあのいいよって言われてない。ああ。あれ？いいよ。何にしよう。緑茶。緑茶？はい。リサちゃん可愛い妹みたいで、なんか可愛くない？可愛い。みんな可愛いよ。でも実際末っ子だから。お姉ちゃん二人いる。兄弟は？お姉ちゃん。お姉ちゃんが一人。私はお兄ちゃんが一人。おお。みんな年が。お姉ちゃん一人。お姉ちゃんが一人。お兄ちゃん。あ、みんな末っ子？お兄ちゃんさ、え、北村匠海とかじゃない？え、似てる。似てるかも。確かに雰囲気めっちゃ似てる。絶対言われるでしょ。実の兄だよ、これは。え、だよね。そうそうそう。え、マジ？そうそうそう。え、そうなの？え、こっちで言ってんの？え、そうなの？本当に？お兄ちゃんが、そうそう。やばー。普通にやばいんだよ。めっちゃ言ってるやん。やばいやばい。え、本当の話？すごい。じゃあ正解言ったんだ。マジで？冗談かと思った。今日一衝撃なんだけど。めちゃくちゃ衝撃だった。でもなんかちょっと複雑そうな。よくよくちゃんとこう顔を見たら、あ、確かに似てるなってびっくりした。個人的にちょっとテンションめちゃめちゃ上がります。みんなはじゃあ芸能系？女優志望。私は歌手やってて、あと振付師もやってる。ダンスの？すごい幅広い。すごい。将来どうすんの？モデルかな。あー、いけるわ。いけるよ。かっこいい。え？メンズグループで今。あ、そうなんだ。そう。おお、そうなんだ。絵で見たい。リサは？うちは今グラビアやってて、女優本格的にやるって。あ、そうなんだ。そう、演技やりたくて。うん、なるほど、みんな夢があるってことですね。ね、てか歌歌う人いたね。ね、いた。ペリちゃん。絶対うまいじゃん。うまそう。3人でやろうよ。聞くから俺が教えてもらわなきゃ。そうだ、ギターを。最初二人でギターとか歌歌ってやる、なんか楽しもうねって言っとったのに、もうペリーちゃんにも3人でやろうよって言ったのがめちゃくちゃ悔しかった。二人が良かった。超悔しい。やきもち焼いてましたもんね、リサちゃん。少しコウタ君のことも気になり始めたのかなって、うん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 、そうね、うん、シャッフルタイム。シャッフル、はい、はい、あの女の子だけ。あ、わかりました。わお。まあ、またいってらっしゃい。もうちょっと話したかったな。あ、まだまだ仲良くなりたいですね。はい、じゃあ交代で。はい、オッケー。新しく入ったリナです。よろしくお願いします。はい、私、はい、そっちに行く感じですか？はい。マジか。オッケー。頑張って。女の子、教えてあげて。はい、その仕事内容。あ、なるほど。男子が変わらないから、男子が教えてあげるっていう立場になるんですね。うんうん、
そう。よろしく。教えてあげて。はい。まだ一組も入れられてないから。あら、頑張ろう。あったら誰任せて。頑張れ。任せて。得意でしょ。得意絶対。めっちゃやりたいと思ってました。あ、そうだ。決勝。教えてあげて。教えて。そのうち教えてもらえるようになると思うけど。いや、そう、逆に一気に抜かされますよ、多分。あ、あの方、二人。ご飯じゃないでも。ね、ちょっと濃いよね。あれはご飯濃いよ。いや、マジで入れたい。本当だね。絶対入れたい。こんにちは。あと海の家あるんですけど、かき氷とかご飯などだったらカレーとか、ここだけグリーンカレーあったりするんですけど、どうですか？すげえ。今入ったと思えない。初仕事と思えない。いいとこ見せるはずが。とんでもない新人入ったぞ。なんか食べたいのあります？あ、ご飯まだですか？うん、あ、本当？じゃあちょっとメニュー見てもらっていいですか？いろいろあるんですよ。なんかガパオライスとかはお店はおすすめみたいな。有名おすすめがガパオライス。ドリンクもあるし。私ご飯。あ、本当ですか？ぜひぜひ。クリちゃんが入った機能。ぜひこちらです。今大気の手柄じゃないよね。ほぼ喋ってないですもんね。こちら入り口ですね。クリちゃんですね。お前変わる。どうぞいらっしゃいませ。あら、すごい。ついに。イエーイ、やったー。嬉しい。いやー、成果がこんなに嬉しいんですね。これからも乗ってくる。いやー、はい、これから。一回入れちゃえば乗ってくる。やっとだ。テンション上がる。ご飯。すごいね。ご飯でしょ。やったね。さすが。イエイ。コータンでしょ。うん。同い年。同い年だよ。同い年。思わなかった最初、同い年だと。そう。うん。上に見えた。上に見えた。ゴミついてるかも。あ、あら。うわ、ゴミついた。何これ。あ、これ男子ドキッとするんだよ。少女漫画とかあるやつじゃないですか。あ、ありがとう。うん。キャー。緊張する、ここ。緊張する？ビール2つ。はい、はい、待って、リナさん、泡いけるかな。俺がお手本見せたら、うん、教えたって。はい、うん、お願いします。いいねいいね、この頑張って入れます。手前に引っ張る、これを。はい、ガッて。で、つけ、ちょっと近づけといて、ここら辺来たら一気に押す。うん、だけかな。 OK、 よし、頑張るわ。やってみて。お願いします。7ビールです。あともう一個いきます。もうちょい、もうちょい。オッケー、オッケー。はい、お待たせしました。よかった。完璧入りましたね。よかった。完璧入りました。ありがとう。完璧、最高。完璧完璧。こうたくんと一緒になって、また大輝くんとは違った、なんだろう、頼もしさっていうのかな、引っ張ってくれる感じがあって、頼もしさやっぱ感じられてる。いいなって思ったところはあったかな。カクテル系が結構分かりづらいから。分かりやすく加工。そう。レゲエパンチ。ピーチウーロン。レゲエパンチがピーチウーロン。うん、へえ。お願いします。そういうのいける？剥がせる。でも指綺麗だね。嘘。うん、言われない？言われない全然。本当？そう。指綺麗。手大きい。大きいかも。あ、本当だ。まあまあでかいね、リナ。二人とも大きいんだよね。やりたい。なんかすごいベタなんだけど、手を合わせた時がちょっとすごいドキッとした。手の大きさ。ああいう自然なボディタッチがこう自然とできるのすごいなって。褒めてそれにちゃんと返すっていうね。仕事も率先して覚えてくれるし。近くで見ると綺麗だなって、本当。めちゃくちゃ可愛いなっていう印象があったし、リサちゃん最初いいなって思ったお。だけど、うん、リナちゃんも気になるよね。あ、心が揺れ動いてる。やっぱシフト変わると変わっちゃう。人めっちゃ増えたくない？増えてないよ、ね、午前中に比べたら、うん、え、どういう曲聴くの、いつも。どういう曲だろう。こんな感じ。あ、でもヒゲダンも聴くし、うん、何聞く？うち結構ジャンル広くて、うん、歌うの大好きなのよ、うん、
中島美嘉とか、オリオンとか。待って、どういう歌あるっけ。オリオンは泣いたのはと、雪の花は迷うねでででってやつ。今年最初のやつ、雪の花のってやつ。そうあれめっちゃいいよね。めちゃくちゃいい。絶対最初カラオケで最初がオリオンで最後が雪の花。あ、そうなの。なんか決まってるテンプレートなんだそれが、うん、おはっこね。おはっこ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。台吹きとかってどこにあるの。ん、台とか吹いてんの。吹いてないかな。でも今日そうなの、その開店前に吹いたから結構。あ、そういうこと。もうでもさ、グラスのやつ濡れてるから吹かないってことだよね。ここそこが、うん、気が利くというところに気づくっていうね。うんうん、OK。 第一印象ケビン君で、あ、よっしゃーみたいな感じになってたんやけど、話してみたらなんか、あら、机拭けよって感じになった。あ、やっぱりもうそれで結構マイナスだから、あ、結構、うんうん、拭けよって感じです。机拭いてないだけでこんなになるか。まあやっぱバイトですからね、ちゃんと仕事の細かいところを無視するのは、ね、マイナスポイント。マイナスポイント。お待たせしました、ケサディーヤです。ありがとうございます。飲みますか、一緒に。あ、いいですか、はい、いいんですか。飲みませんか。本当にいいんですか。はい、うお、すごい、お客さんと一緒に飲むんですか。これありなんだね。え、乾杯。乾杯。ありがとうございます。うまっ。うまい。めっちゃうまいっす。趣味は？趣味。でもそれこそ運転とかドライブとかもそうだし。ドライブが好きなんだ。一人でドライブとかってこと？もそうだし、それこそ匠とかもそうだし、うんうんうん、2人でどっか行くことがめちゃくちゃ多い。そうなんだ。仲良しなんだね。カメラとかもやる。フィルム。フィルムカメラ。趣味は？私はやっぱ絵を描くことかな、趣味は。あとはでもね、最近はやっぱ触ってないから趣味って言えないけど、もう一時期カメラやってたよ。あ、そうなんだ。うん、フィルムじゃないんだけど、一眼を。一眼ね。うん、熱いね。そっち、ちょっと影がある。ここ入れば？いいの？ありがとう。あ、優しい。優しい。優しい。こういうの大事。ちょっと、やばいよ。ずっといたらやばいよ。まあでも、いいよ、どうせ。あ、え、全然違うわ。変わる変わる。え、涼しくない？うん、涼しくない。今、うん、一番気になるのは大輝くんかな。結構似てる部分があったりとかして、うん、なんか共通点があるのかなって思ったから。うん、あとは不思議な魅力がある人、まあ気になる人って言ったら大輝くんかな。仕事もね、すごい気合うし、めちゃくちゃ楽しかったんだけど、やっぱり里奈ちゃんかな。里奈ちゃんが強いのね。まだ変わってないかな、自分的には。この後話せる機会があったらいいなって思います。チェンジ。ちょっとそろそろ交代してもいいですか。わかりました。あら、りなちゃん、りなちゃん、りなで、ありがとうございました。またシフトが変わる。りなちゃん、はい、お邪魔します。どうします。りなちゃんも今23です。もう、あ、23歳。はい、23歳。やばい。いやー、マジでめちゃめちゃびっくりしました。なんか今日もうペアチェンジなくこのまま閉店の6時まで、でまあ、そこまで喋らず終わっちゃうのかなって思ってたんですけど、途中からリナがそうチェンジで来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。ここはちょっと頑張りたいね。うん、だいぶ急速だった、うん、でも意外になんかそんな最初第一印象話す感じじゃないと思った。本当に、うん、おとなしめだと思った。そうそう、気さくなんだね、意外と。そうかも。え、出身は？出身東京ずっと。あ、そうなんだね。どこ出身？茨城。茨城か。
ちょっと似合ってたし今。茨城から似合うみたいな。何も言ってないよ。リナ舐めてる？とか言ってないよ。舐めてるじゃんもう。北関東の人っていいのこういう風に自虐して盛り上げてくれるから。北関東ばかりしてる。いいとこだもんだって茨城。そうだよ。花畑あるでしょ、なんか。あら、あら。あるよ、あるよ。本当にある、本当にある。あの、いい花畑が。なんだっけ、名前。わかんない。あれ、いいよ。行ってみたいんだよ。本当に思ってる。本当、本当、本当。ああ、面白い。何歳？ああ、面白い、マジで。何歳？変わりました。ケビンが想像以上に年下っぽくなくて、面白くて、自分が一番気を使わないでいれる相手だなってちょっと思っちゃって、なんか気になるなみたいな感じ。最初ノーマークだったから逆にプラスに働いてんだ。かわいい。足もふやけてるやん。危ないぞ、ボクちん。僕もそこで座りたいな。座りたい？座る？座る？抱っこしてあげて。あれはね、なんかね、遊園地的なものじゃないかな。いいね、それ振ってみ。これね、振ってみ。シャボン玉なんだよ。それ振ってみ、それ。する？シャボン玉。キューってやって。とか、フーってしたらなるよ。うん、ねえ、ちょっとお兄ちゃん見てて。すげえ。せーの。いや、すごくない？賢いわ。めっちゃ細かな。リサが結構子供たちと遊んでたのよね。その風景をお店の海の家から見たりしてたら、すごいいいなというか、いい空気感だなって思ってて、結構2人は仲良くなってるのかな。どうなんだろうね。ちょっと、いい空気なんじゃないかなって思ったかな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。まだね。ありがとうございました。バイバイ。エモい気持ちになるよね。これがエモいか。ありがとうございました。じゃあここ片付けようか。はい。どう今日全員回ってみて。なんかこの人がいいって思っとった人と違う人になった、かも。俺も変わってはないけど、なんだろう、迷ってる感じ。あ、一緒だね。この感じがずっと嫌だ俺。あ、何？揺れてるのが。そう。結構あれなの、これって決めたらそれみたいな、そうなりたいタイプ。そう。あ、一緒やわ。めっちゃわかる。そう、なんかさ、結構その揺れる時がめっちゃ楽しいとかみんな言うけど、全然楽しくないよね。そう。ちゃんと決めたいよ。一発で決めたい。探り合いだ。自分の勘違いかわかんないけど、結構アピール的なものがすごい今日若干感じたような気がして、なんかそういうちゃんとアピールできるところとかもすごいかっこいいなと思ったし、すごい素敵な人だなって思って今は豪太くんに気が向いてます。あ、ほら、早くも。すげえ。やっぱはっきり言わなきゃダメなのかな。どうなるかわからないんですけど、自分も素直な気持ち伝えられたらなって思います。取られる前に。うわっ。先輩絶対来ると思った。持ってんだもん。なんか何事？何があったの？これが海の家です。最高じゃないですか。全然最高やない。リアクションもクールだな。確かに全然。はい、さっきもやめてよとか言ったらモテないんだろうね。確かに。え、めっちゃ夕日よくない？めっちゃ綺麗だね。ねえ、映えそうね。これみんなでこうやって撮っちゃダメなのね。撮ろうよ。撮りたい。撮りたくない？最初のみんなでのショットだよ。はい、おいで。うわ、めっちゃいいやん。あ、行った。いいんちゃう？わ、こういうのいいな。初写真だ。思い出です。初写真。やばくない？あげるあげる。あ、めっちゃいい。慣れたね、みんなね。そうだね。慣れたね。慣れたね。初日終わりですかね。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。これから打ち上げがございます。そうだね、楽しみだね。親睦をもっともっと深めていきたいと思います。撮ろうね。いいよ。
いきます。ツーショット。はい。チーズ。あ、いい感じ。こういうピースか。うわ、エモ。独特な。海へ。レッツゴー。え、ちょっと寒くない？嘘。どう。これはやばいな。やばくない？綺麗。冷たい。しかもなんか足取られる。足取られるめっちゃ。冷たい。これはいけません。え、全然いける。沼る。久しぶりに海入った。わかる。ね、超久々。すごい。行きまーす。はい、チーズ。やばい。綺麗。いいね。めっちゃいい。いいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。日給を配ります。やったー。もらえるんだ。で、最初に朝言ったようにバイトスターが一人を決めて、そうだそうだ。それ渡した日給に。の封筒に星のマークがついてる、でその子は、片付けなしでもう上がってもらって OK、 で気に入ってる子を誘って、はい、一緒にデートしてもらうっていう、で残り5人はあの後片付け最後までバッチリいいですか、はい、はい、あ、じゃあもうそれバレちゃうんだ、誰を気に入ってるかも、やばい、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です、初給料、ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様です、呼ぶ人はもう決まってる、 A、 決まってる、決まってる、決まってる、あ、みんな、あ、みんな決まってるね、そうそう、開けるか、ここスパッと言いたいよね、行くよ、せーの、ない。あれ？ない。え？全員ないっていう感じ。全員ない。全員ないの？あ。ああ。なんだんだよ。なんだ、早い言え。予想通り。なんだよ、言えよ。言えよ。やばこの。さっさと。ザイケメンの。ねえ、ちょっとね。早く言わない。すぐ言わない。喜ばない。おめでとう。さすが。お疲れ様でした。お疲れ様です。すごい。すごい。いいね。まあ、ドリンク早かったってこと。そうドリンク頑張った。そこは確かに。頑張ってたね。え、どんな感じなの？見たいんだけど。見たい。でん。いや、いいよ。めっちゃかっこいい。思ったより輝いてた。一発で。一発でわかんない。がっつりやな。いや、ない。え、あれだったら嬉しくない？確かに。いや、誰誘うんだろう。誰誘うんだろう。結構揺れてましたもんね。そう。こうたくん。俺はもうニヤニヤしちゃうわ、なんかなんで、なんでニヤニヤしたのよくない、こういうの一言だと思ってみんなの前か、そうか、そう言っていいんだよな、もういいんじゃない、リサちゃんっていいですか、おお、あらあら、これお互い向いてる感じ、ね、いや、そうね、お片付けします、お片付けします、めっちゃ嬉しそう今日、第一印象であってなんかすごくいいなって思った子がいて、これめっちゃいいね、大きなリード取れるっていうか、うん、もうちょっと働こう、片付けしよう、じゃあ片付け頑張りますんで、行ってまいります、どうぞどうぞ、行ってらっしゃいませ、楽しんでください、失礼いたします、そうね、楽しんでください、顔見れば、なんでなんで顔が見れば、ついちゃったんだからしょうがないよね、これないのね、いいな、ありがとうございます、行きますか、じゃあ行こうか、もじもじしてんね、かわいい、確かに選ばれたら恥ずかしい、今あのバイトスターこうたくん選ばれたんですけども、なんと私が選ばれました、やばい、泣きそう、めっちゃ、私から誘うと思っとったのに誘われると思わんくて、マジで普通にやばいどうしよう、緊張してきた、夢みたいだな、こんなの、ツーショットで何か変わればいいなと思うから、結構積極的に行こうかな、うん、嬉しいけどやばい、ちょっと不安な部分もあるし、向こうがどう思ってるかも分かんないから、すごい積極性あるからいいよ、うん、面白い、なんか自分の思いを伝えれたらなって思います、うん、あ面白い、いやー、ちょ、めちゃめちゃ面白いな、こうたくんがここで
結構攻めようと思いますって宣言で終わってるからね。コウタの攻めを見てみたい。俺はもうメモ帳を持って次週は見るから。好きだよ。あらあら。じゃあね。じゃあね、ありがとう。あ、すごい。はじめまして。バイトしに来ました。いや、めちゃめちゃ可愛い子入ってきましたね。聞いてないよ。聞いてないよ。60万円持ってるよ。美人すぎてエグい。もう負けるし、気しかせん。こんにちは。こんにちは。あの、今日からバイトを。今ね。可愛い。可愛い子いっぱいいる。かわいい。浮かれたやつやったぞ。もうめっちゃ可愛いな。一番可愛い。一番可愛いって言われてる。やばいやばい。あれは手強いぞ。コーターにこんなこと言わせるとは。